はい、どうも、つんだです。今日はですね、この肉まん、ピザまん、まあ、山崎のやつを使ってですね、ちょっと実験したいことがあるんで、それを今からやっていこうかなと思います。で、なんですけども、まあ、ここに並べたのが、まあ、これ肉まん、肉まん、これピザまんかな？ピザまんだよな。ピザまんだな。ピザまんなんですけども、まあ、今回やりたいのは、肉まんとピザまんの味の違いとか、まあ、そういう話じゃなくて、どうやら、なんかこの肉まんを食べるときに、レンジでチンをする際にですね、一回水にくぐらせると、こう生地がもっちりして美味しくなるっていう話を聞いたんで、まあ一つはそれに関してちょっとやってみたいなと。で、もう一つは何かっていうとですね、この肉まんを食べるときか、レンジでチンするときに、ここの後ろの紙を一旦剥がすか剥がさないかで、どんな風にこの部分の生地がなるのかっていうのをちょっと皆さんにお見せしたいなと思うんで、それも一緒にやってみます。では。というわけで、ちょっとね、一回水にくぐらせてみようかなと思います。これ、ピザマンの方です。ピザマンの方を水にくぐらせてみましょう。はい。さあ、これでレンジでチンすると本当に美味しくなるのか。はい。ということでね、こっち肉まんになるんですけども、肉まんでこの下の紙を取った版と、取らないでレンジでチンした版と比較してみましょう。これ取った版だったかな？あ、取ってない版ね。取ってない版だと、この紙がくっついちゃうんですよ、生地に。で、どうなるかっていうと、ちょっとこう 昔もっと取れたんだけどな ちょっとこう、生地の部分がね、剥がれちゃうんですよ。で、こっちはもうほら、最初から紙取っとくと、こうスッと離れるんですよね。スッと離れて、生地がこの2つ比べてみると、まああんまり変わんなかったですね。ちょっと予想外だったっていうか予定外だったんですけど、まあ、昔の山崎の肉まんは、このここ剥がさないでチンすると、ここにびっちりね、ついたんですよ、生地が。だけども、今の山崎の肉まんは、剥がそうが剥がさまいがあんまり変わんないと。まあ、商品が良くなったってことなんでしょうね。で、これがピザマンです。ピザマンは最初から、水をくぐらせて、で、それの上でレンジでチンしてみました。これどうですかね。レンジでチンしなかった肉まんと比べると、ちょっとこう分かりにくいかもしれないですけど、こっちの方がね、なんかやや湿ってる。まあ、これ水気あることも分かるんですけど、ちょっと湿ってて、これ本当美味しいのかな。でもまあ、実際確かにお店とかなんかで肉まん買ったりとかね、出来たてのものってやっぱちょっとこんな感じでふやけてるんですよね。で、それに比べてこっちはなんかこう、ただチンしましたって感じで、ちょっと触ってみた感じもね、少しね、やや硬いんですよ。同じ時間と、で、レンジでチンしてるんですけど、まあちょっと食ってみるしかないか、これ。肉まん、こっちピザまんね。あんま変わんないかこれ。なんかね、いつものピザまんと違って、ちょっとなんかピザの味が薄まった感じ、希釈されちゃったっていうか、なんか密度が下がった感じしますね、この状態ピザ食うと。なんかこれでも、なんかなんだろうな、ある意味で言うとピザのなんか濃厚な味が薄まって食べやすくなったって感じもしなくもないですね。それいいことなのかな。
まあ、僕は個人的に言うと水含まない方が好きですね。はい、ずんだでした。